にのこのこ現れやがって舐めてんのか、踏んづけて蹴飛ばすぞ。無限にワンタップすんぞ。お、なんだおめえもお仲間じゃんかよ。新顔かい、ちゃんとアカウントを買ってきたかい。へえ、やるじゃん。今度僕と一狩り行こうよ。約束だよ。と、君いいタイミングで来たね。ほら、あそこ見てみ。あれがメフィストさんだよ。乗っ取ったアカウントはあの人が直接買い取ってくれるんだよ。おう、もう行っちゃうのかい。ちょっぴり決まっちゃってる人だから気をつけてね。アカウント早くよこせ、アカウント。
アカウント。は、早くアカウントよこせ。アカウント。アカウント。
はあ、ミフィストさんさん。なるほど。無事で何よりだよ。しかし、なかなか面白い顛末だったようだな。デジモンをコレクションする人間がいるんだ。その逆もまたしかりか。人間のアカウント情報をコレクションするデジモンがいても、何ら不思議はないのかもしれない。しかし、そのメフィストさんとやら、刺激していたはずのデジモンに、精神データを完全に乗っ取られていたようだな。現実世界における影響を確認しておきたかったところだが、今回の調査とは無関係。またぬき、デジモンが集めていたアカウントは撃破によって解放された。山科誠のアカウントをね。ご苦労だった。事務所に戻ってきたまえ。主従の関係はいつでも逆転の波乱含みか。そう思わないか、ワトソン君。山科誠のアカウントが解放されたおかげで、アカウント情報をサルベージすることができた。現住所もすでに確認済みだ。その過程で入手した家族構成を調べてみたところ、面白い事実が浮かび上がった。依頼人山科優子とここにある娘の情報が明らかに食い違っている。やはりと言うべきか、あまりにも浅はかと言うべきか。ん？君にはまだわからないのかい？どうやら我々の主従関係はしばらく安泰だな。とにかく山科誠の現住所へ向かうとしよう。失踪中の山科誠の住まいに一体何が出てくるか確かめてみようじゃないか。はい、どちら様ですか？こんにちは。こちらは山科さんのご自宅で間違いないですか？そうですが、あなた方は？いえ、実は人を探していまして。失礼ですが、あなたのお名前を伺っても？え、私は山科誠だが。では山科誠さん、一つお聞きします。この近くで行方不明者が出たらしいのですが、その人物に心当たりなどは？行方不明になった人物？いや、私には全く心当たりないが。そうですか。ご家族の方にもお話を伺いたいのですが。あいにくだが、妻も娘も外出していて。娘さんは今どこに？パパ、どうしたの？ああ、帰ってきたか。ちょうどよかった。お前と話をしたいって人が来ていてね。これが娘のチカです。何ですか？こちらが山科さんの娘さんですか。他にお子さんは？いや、地下一人だが、どうしてそんなことを？あなたたち、一体何なの？それが、この近くで行方不明になった人がいるらしいんだ。お前、心当たりあるか？行方不明？うん、知らない。聞いたことない。だそうです。すみませんね、力になれなくて。いえ、ご協力感謝します。おかげで必要な情報を手に入れることができました。ところで山科さん、お気づきでしたか？あなたのエデンアカウントは乗っ取られていました。エデン？しかしご安心を。
すでにアカウントは取り返してあります。使用しても問題ありません。ん？山科誠さん、どうかしましたか？帰ってください。ん？いいから早く帰って。行方不明者のことなんか知らないって言ってるじゃない。行こうパパ。強引に追い返されてしまったな。その分得られた情報は大きかったようだ。山科誠の本当の娘はこの山科千佳で間違いない。となるとあの依頼人は山科誠の娘を騙って依頼してきたということだ。語った理由について大して興味はない。だが依頼人が山科誠の何を探りたいのか、背後関係に何があるのか、大いに興味をそそられるところだ。そして気になることはもう一つ。まあそれは置いておくとしよう。依頼人はまた事務所を訪れると言っていた。お楽しみの到着をコーヒーでもすすりながら待とうじゃないか。さあ事務所へ戻ろう。どうも。来たか。予想していたより随分早い。やはり優秀な依頼人のようだ。どうぞソファーへ。調査は終了しました。結果を報告しましょう。あ、と以上が今回の調査結果です。アカウント狩りにはザクソンというハッカーチームが絡んでいました。ザクソンが。山科誠は行方不明でも何でもなく普通に生活しています。娘の千佳と妻と3人仲睦まじく。では今回の調査はこれで終了とさせていただくがよろしいか？はい、問題ありません。ありがとうございました。また来ます。いつでもどうぞ。次はぜひ本名でいらしてください。上白優子さん。